里の中でも戦闘が始まってる。くそ。ヤマト。加賀先生、こいつは敵が作った偽物だってばよ。なるほどね。なかなか便利な術使うじゃないの。相手も偽物なんてさっさと倒して封印堂に急がねえと。よし、二人とも行くぞ。任務開始。これほどの偽物を作る術か。敵の中にはかなりの術者がいるようだな。加賀先生。ああ、先を急ごう。よっしゃ。ナルト、サクラ、こっちだ。おう。任務開始。封印堂はこの先だ。敵との遭遇が考えられる。二人とも気を引き締めていくぞ。了解。ここです。ふん、小賢しい封印だ。お前を連れてきて正解だったようだな。
やれ。秘術暴風開示。よし、お前はここで見張っていろ。ザコどもを中に入れるな。悪意は我と共に来い。種を探し出す。はい。ってばよ。ねえ、ゲットだってばよ。大切なものを守るため、俺は戦う。まだまだいけるぜ。ここだ。封印が解けている。遅かったか。まだ間に合う。ちょっと待って。ここから先は行かせない。こいつは…そんなはず…そんなはずはねえ。ナルト、サクラ、奴を抑えてすぐに封印洞に入るぞ。行かせない。封印術、聖堂封刃。またあの封印術か。お前たちはここで終わり。来るぞ。任務開始。Yeah.
どこだ？チャクラを封じたぐらいで俺たちを。いや、どうして、嘘だろ？なんで、なんでだ？どうしたの？ナルト。嘘だろ？なんで、どういうことなんだよ！なんでここにいるんだよ！月姉！月姉って、月が来るの？月姉だろ。月姉だよな。その顔、俺は忘れてねえぞ。なんであいつらなんかに協力してんだよ。月姉は、こんなことするやつじゃないだろ。無駄だ。貴様の声など届かぬ。進化。小僧、月野とは顔見知りだったか。シンガ、彼女に何をした？我が月野に。なぜそう？ナルトの記憶と目の前にいる彼女、それを比べて考えればすぐに分かることだ。月野さんが催眠術か何かの類にかけられていることぐらいはな。催眠術か。博士！無事か？ええ。ですが、奴らはすでに封印洞に入り、目的を果たしたようです。久しいな、砂で姫。シンガ。本当にお前だったか。さあ、一体何を考えている？我が野望、我が研究を完成させ、そして貴様らを始末する。これこそ我らが葉の暗部の夢の結晶、この葉の悪夢の塊。それは貴様らに封印されし妖魔神器だが、我の手に戻った今、目覚めはもはや時間がない。ま、そうやすやすとことが運べると思っているのなら、それは大間違いだな。運べるのだよ、我の力をもってすればな。何？貴様は先ほど我の術を催眠術の類と言っていたが、それは誤りだ。我が使う術は洗脳、催眠よりもさらに強固で、何人も絶対に逆らえぬもの。我を崇め、我を第一に考え、そして我がモルモットとして命令に服従する。月に潜みし長き時を使い、幾度の実験で得た特殊な力、特殊な瞳。無限の苦しみと無限の束縛、貴様らもそれを味わうがいい。なんだあれは。みんな目をつむれ。え、自爆眼。
しやがったんだ。間に合ったか。地雷百。まさかここで邪魔が入るとはな。久しぶりだろう、維新が。先ほどの自爆眼に対する反応、少しは我のことを調べ上げたようだ。ふん、イタチの手から逃れて数年、裏でこそこそやっておったようだの。今更という感じだな。もはや何がバレようと計画に支障はない。我の計画はこれより最終段階に入る。他者がここから逃げられると思っているのか。愚か者はどちらかな、綱手姫。我が自爆弾、皆が防げたと思うたか。縛られし魂、我の命に従い、この葉隠れを殲滅せよ。この歯潰せ。いつもの小鉄。やつらはもはや我がモルモット。さあ自滅するがいい、この歯がくれ。月の絵を返しやがれ。ナルト、サクラはナルトを追え。あ、はい。アカシ、私たちは洗脳された者たちを抑えるぞ。了解です。あのままでは治療もできん。ひとまず全員を気絶させる。行くぞ。了解。任務開始。ええ、なんとかなりましたね。はあ、今のうちにこの葉病院に運ぶぞ。わかりました。ナルト、無茶はするなよ。よっしゃ。サイトです。よろしく。任務開始。Come on.
だまだいけるぜ。アイテムいただき。ゲットだってばよ。遊びはそこまでだ。何者だ。種は手に入れた。引き上げるぞ。僕はもっと遊び。どうしよう。あれあれちょっと遊びすぎたかな。引き上げだ。立ち上がれ。スキネを返せ。小僧、木の葉の忍びである貴様がなぜよそ者の月野にこだわる。スキネは俺に優しくしてくれた。俺にとって大切な存在だからだ。大切な。ではその大切な存在を貴様は傷つけることができるかな。何？月野よ、この小僧の相手をしてやれ。はい。大切に思うものと傷つけ合うのは実に愉快ではないか。せいぜい苦しみ戦い合うがいい。封印術、聖堂封じ。なんだこれは。始末する。やめろ。俺は月姉とは戦いたくねえ。消えろ。任務開始。くらえ。くらえ。Yeah!
やめてくれ。まだだ。しぶとい。くそ、もう体が消えろ。なんだ、どうしたんだ、ナルト。これはなんで月野さんが。白眼、チャクラの流れが今までと違う。異常な流れから正常な流れに戻りつつある。どうやらこの香りに反応しているようだが。正常な流れってこの香りに何が。いや、でもこの香りどっかで。なんか甘ったるい香りがするってばよ。月の香って香水でね、新月花を調合して作ったものなんだけど。ほう、これはまた珍しいものをもらったの。確かこいつの効果は。はい、幻術とか催眠術の類を解除する、開運術の道具版ってとこですね。月の子。そうだ、なんで今まで忘れてたんだ。月姉からもらった道具あるじゃねえか。さっきの戦いで割れて、だから香りが。これを使えば。月姉、今、助けてやるからな。苦しみはもう終わりだ。月ね、わかるか？俺だ、ナルトだってばよ。何やってんだよ。さっさと俺の知ってる月姉に戻ってくれ。どうだ。俺が分かるのか。分かるよ、ナルト。元に戻ったんだな。迷惑かけてごめん。いいんだってばよ、月姉が元に戻ってくれれば。ありがとう。